まあそんな歌を歌ったねなんていう話になって、じゃあ来週歌うかって言って、だけど誰もその歌を覚えてなくて、でみんなあれだよね、動画で復習してきたよね。全然コードが合ってないじゃん。仕事が終わるまでの青木さんの寂しさを紛らわすためにやってんだよこれ。そうだよ、じゃあもう終わりだね今日は。違うじゃん。あの歌にならないんだけど。知ってるコードしか弾けません。私もでも中学の時にちょっとやったよギター。でもね弾けないけど、全然弾けない全然弾けない。いいね弾ける。弾けない。なんかね中学の時に強烈に寒いな。え本当私強烈に暑かった。暑かった。暑かったの。いい。私も友達になってください。お願いします。フルネームなんですか。フルネームなんですか。一応マイクに入れてみました。私も友達になってください。もうあのね、リクエスト配信したんですけど。いつの間にかなっちゃった。なっちゃってました。え、なっちゃった。はい、私石原美沙です。え、あのひろみさんに言えばわかります。え、私も仲間にいる。あの、ちっちゃい仲間にいるって。仲間にいるし。あ、ここに、これにカメラ映ってますよ。はい。今ですか。今でやってますよ。まだやってるんですか。今やってるんですよ。編集後期です。どうぞ。あ、なんだか私か。え、なんか。あ、どうぞどうぞ。あ、何でもいいですよ。もう全然何でもいいです。誰もいない。ここね、これがカメラで、これがマイクで、はいはい、先週でもコメント入ってきたので、びっくりしちゃった。はい、あ、今日番組どうでしたか。とても楽しかったです。もうまたぜひ出たいです。このアホで映っちゃった。あ、大丈夫。前回私、すごいアップで映ったもんで、はい、先週見てくれたんですよ。ありがとう。ね、作業しながら、すごい撮りてもらいながら笑い笑いのとこあったっけ。あれでもね、面白かったです。そうですか。やったー。それはマジで始まるし。そうあのネタバレバレのマジック。私はここなんですけど、結構狙ってた。あ、エラちゃんがコメントくれたよ。青木さんみたい。おい、エラさん、私に対してのコメント入れてよ。そうそう、ひどくね。そうそうね。これね、出れると思うんですよ。何を喋っていいのや。何でもいいんですよ。私も何も考えてないです。何でもいいんですか。じゃあお店の宣伝。もちろん。菊川市でエステとメイクのお店をどこで見ればいいのかしら。エステとサロンのメイク、お店をしております。
石原美鈴と言います。よろしくお願いいたします。今日は本日の作品、はい、本日の作品は、あの名子の作品はこの権田美智恵さんです。あんみつさんです。あんみつさん、はい、そう、え、そう、そうですね。だから最初ラインナップ見た時につまみ細工、あんみつ、え、食べ物、どっち、うん、そして、食べ物かなと思って、食べ物探してた。メインメイン、3700円、いいの、いいの、いいの、ちょっとカメラ、あ、その方が高さていいですか。よかったです、大丈夫、はい、全然大丈夫。じゃあ、あの、あんみつで検索すると何かいろいろ出てくるんです。つまみ細工あんみつで出るか、はい、つまみ細工あんみつで、あの、調べてください。あのトップで出てくるので、あの、フェイスブックで、でつら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 、はい、あの小ネタが出てるので、はい、昨日のネタとつまみ細工、はい、はい、え、はい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 、私は、サロンリン、カタカナでサロンリンプラスで菊川市って入れた方が分かりやすいと思いますけど、そうしたら出てくるので、また検索してみてください。よろしくお願いいたします。はい、私今日ね、あの、先週だから出た時にほぼノーメイクで出ちゃったので、はい、顔が大変なことになってたんですよ。そんなことない。じゃ、だから今日ここに来る前に化粧品屋さんに行ってフルメイクしてた。あ、言ってましたね。美しい、あそこではやってくれる、あそこではやってくれるって言ってたところ、あ、ではないところに行っちゃうんですよ。そうなんですよ。あ、もうなんだこのアングルは。あ、僕じゃないの、どういうの食べる。あ、顔が大きい、大きく映ってる、大きく映ってる。あ、顔が切れた。なんかだんだんフェードアウトしていってるんですか、これは。いいじゃないですか。これあと何分ぐらい続くんですか、この状態は。一応、あの、私は一番最初にやろうと思った時が、インフォメーション的な感じで5分ぐらいで終わるつもりで、本当にね、はい、やろうと思ったら、奥さんが、うん、仕事終わるまで、お金くんないですか、喋ってる感じで、毎週40分くらい喋ってたね、私ね。普通の番組なわけですね。あ、そうですね。それ超えちゃって、まあまあ、それは私ずっと見てた。見てた人がいました。でコメントね、フェイスブックにコメント入れてくれてたんですよ。で、それ後から気がついて、いやーと思って、ちょうどフェイスブックにパンと上がってきてて、で、作業してて、ずっとなんか退屈しなかった。本当ですか。私も見なきゃ、見せてもらいます。ありがとうございます。嬉しい。でも、見ても面白かった。誰のためにもならないと。そう、あの、元気を与えてると思います。いやたくさんの人に元気を与えてると思います。いや、とんでもございません。コメント入ってます。はい、はい、はい。はい、すごい、すごい。1回目で出した。どちらの方かし。エラちゃん。エラちゃん、なんかリクエストご承認ありがとうございます。誰のリクエスト。新しい方。どちらの方。私ですね。あ、コワキちゃんの PT は中学校に。やだ。なんだろう、なんだろう。やだ。エラさん、友達なんですか。よくここにね、あの、カンナにも来てくれるね。あの、ライズ大好き。あ、だからエラちゃんは、あの、ここコメントを入れるっていうよりも、うん、ここに来る人長いんですよね。怖いよ。それね。そうかもしれないですね。私こう見て今日サンダルで、あらー、傘もなんか。傘ある。傘ある。本当ですか。お借りしてってね。イベント自体も楽しいから。うん、なんとかしてたから。あ、そうですね。ハムそうです。水も滴るですね。そうです。はい。そうですよ。本当に。まあ、痛ければ入れてたよ。痛いにしてた。全く聞いてないのに、やっぱ入れなきゃいけないから。ああ、条件反射的な。すごく可愛くね。ね、可愛いですね。ありがとうございます。でも、でかいんですけど、字は小さいんですよ、私。私絶対この枠に入りませんもん。うん、絶対こう一個半使いながらの、ね、うん、カットっぷりが。私も同じです。ひどいも美しいです。字も字も美しい。何も出ませんよ、何もよ。これからじゃあこの編集後期楽しみに。あ、本当ですか。はい、いや、よろしくお願いします。どうしよう、青木さん、やめられないじゃん、私もうやめないで続けてください。ヘドキリンが出没します。あ、まあ、あの、じゃあ出していただけるならぜひ。あ、ぜひ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 呼んでください。いや、楽しい。あ、そうそう、これね、ごめんなさいね、ね、いろいろ私もね、ネタが尽きないようにと思って、いろいろね、
持ってきて、昨日なんですけど、日曜日に、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、ね、焼津で、ね、かぼちゃのプリンっていう、あれがあるんですよ、なんていうのかな、介護施設があって、そこ、宅地もやってるとこなんですけど、はい、そこがね、月に2ヶ月に1回、第2日曜日に朝市をやってるんですよ。はい、で、まあ、焼津テレビに出てくれてる人も、いっぱい、山出店来てたりするんで、ね、私もお邪魔するんですけど、はい、そこでね、私、毎日初めて経験をしました。初めてだけど、あ、まりちゃん痩せた、うるせえやんま、やんま、ありがとう、仕事してね、駅前の飲み屋とか、あ、そうなんですね、生まれて初めて私は、じゃーん、2万円お返しもらいました、かわいい、イエーイ、かわいい、かわいい、いい、素敵、そう、マルさんっていう、マルさん知ってるよね、マルニコーも、丸山さんにパークさんがあるんですよ、かわいい、そう、かっこいいですね、ポイントをこうちゃんとね、しっかり特徴掴んでね、そうなんですよ、私こんなに口でかくないって言ったら、それはそういう雰囲気を、醸し出してる、うん、このここで喋ってるイメージの中で出てるってことですね。そうだけど、そう思ってくれてたことが本当に私すごく嬉しくて、ちょっと泣きそうになりました。もうね、可愛いね、な、嘘言った、嘘言った、今騙されちゃった、もう悲しい、なんか今悲しかったね、なんかちょっとリップサービスしちゃいました。でも本当にね、これは本当に何回かもらうっていうのがやっぱ気恥ずかしいっていうのが今まであったし、やっぱこう書いてくれる人の印象、書いてくれる人が私に抱く印象が絶対反映されるって思ってたんで、なんかちょっと書いてるのがずっと怖かったんですよね。なので、まあ、マルさんすごくいい人だし、ちゃんと前に使って声出せば、すごいいいかな、うん、思い切って書いてもらったら、なんか素敵なのが出来上がっちゃったもんで、あ、まあ、じゃあこれから毎回ここで、こうやって出すのかね、そう、でも、もうせっかくの、でも、美しいお顔がね、最初だけまずこうやって出して、ね、毎回ここでちょっとね、こうやってね、あ、違う人の顔をこう掲げて喋るのもありかもしれない。あ、それもいいかもしれませんね。わかりますか、私たちも書いてもらって、今日ワンピツですとか、そうですね、まるさんが、一応ね、青木さん、前のトモさんには言ってないけど、私来週お休みじゃないですか、ここで、再来週山さんが出られないので、その枠を私が入るんですよ、でその次の週も多分入ると思うんで、ちょっとどっちかにまるさんにちょっと出てもらおうと思って今交渉中でございます。じゃあまるさん見られるね、まるさん見られるか、ミッタちゃんかどうかわかんないですけど、いいこと言って、やっま痩せたよ、いや私の横にいるからよ、痩せて、余計痩せてみるじゃないですか、ちょっと私まさかね、もっとダイエットしてからテレビとか映るつもりだったんですけど、まさかこの状態で映ると思う、そんなことない、でも出たらこちらもですよね、そうです、それ大事、実物はもっと痩せてますので、そうです、そテレビは防御するから、そうです、そうです、私も実際にはすっげえスリムだから本当ですよね、ね、泣くんですよ、すぐ笑って。どうぞね。そういう子なんです。はい。素敵。ね。もう明日筋肉痛ですね。お腹が腹筋痛いです。私も腹筋痛いんだけど、まだ。普通ちょっと笑っただけじゃね。腹筋動かないんだよね、私ね。またもう今日今夜眠れなくなっちゃうんで、この。そうそうそう。ちょっとなんかこう、家みたいな感じ、やめて、とってもいい子だって、ちょっとなんか風呂にもこうやって、やばい嬉しかったね、話のネタが尽きたらだそう、別に聞けないように見せたってなっちゃった、お時間がある、あ、本当ですか、それ、アクさん、そう、それ綺麗だよ、何の歌だろう、大ちゃん早く聞いてくれよ、やだよ、
取り付けてしまうんですよね。残ってくれる人が男の人だけだったんですよ。でミュージシャンの答えの人がちょっと聞いたかったんですけど、ちょっと小さい子がすごいで、その時に最後の撮影会の延長でこんなのが始まっちゃって、大ちゃんのギターの進行でこの歌を歌い出して、大ちゃんの分かったよこれ息をしながら BGM 本当ですね。病気は嫌だ。病気は嫌だよ。病気は嫌だよ。大ちゃん早く。病気を治す曲早く作ってくれよ。やだやだやだよ。やだ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 ね、あのクルストラックみたいだっていうね、あの時はだけどちょっとなんか放送事故みたいだったもんね、奥さん。そうだよね、突然始まってよ、ね、そう、私もね、私だからいなくて後から見て、いや奥さん酒飲んじゃったのかなと思って、まんまですね、何も飲んでるとこ見てませんからね。そう、まんままんま突然何かこう憑依したような突然始まる。面白い。あれは何が想像してる時間、いつもどういう感じで。じゃあ昼間もきっと、だっていつも歌ってるからさ、あそうだね、アップしてるね、あれが楽しくてやっぱりそういうアプリが、あのイヤホンの前からルルルルって誘われるもんでさ、いろんな人がほらほらほら歌いましょう、すごいね、エコさんすごいね。エコさんも毎日歌ってるもん。これ土日しか歌わない。あれすごいね。いやだいやだ。まあ、どれどれ振り返るよ。何を？振り返って振り返って振り返って。そうでしょうだ。マシャマシャ。ああうん。ね。いつも。エコさんがもうちょっと向こうに座ればいいね。違うだ。もう一個ある。出たい出たい方がまだ。あまだあるほら。話夢中だけど、お話私たち私たち知られざる山のコーナーがいい、今日は知られざる山のあ、そう山さんの秘密、マジックよりももっと安いじゃん、超ラーガーそうなんですよ、ね、山さんのね、昔の話がもう最高ね、やばいやばい、もうみんなにこうね聞かせてやりたいね。最初山さんと会った時にイベント会場 で、はい、でずっと会いたかった人だったんですよ。だとやっぱり突然目の前にいて、でラッキーと思ってハルさんと、はいはい、で喋ってたら突然マジで始まって、なんかあれでもなんとか山さんの空気が返して、すごい好きになったね。一瞬でファンです。ああ、私もね最初そうだったんです。なんで、ね、あの話はこの話はね、聞いたらね、ああ、みたいな感じになっちゃった。どんな話なんだろう。面白いですよ。山さんやばいね。スペシャル番組なんか作れそうだよね。山さん、ね、やばい。一気にファンが作れそう。あ、違うジャンルのファンが増えるかもしれない。なんだろう。ねえ。私はちょろちょろちょろしか見てません、ごめんなさい。ちょろ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 パパです。はい、今日の15時半からは、はい、これあやこさんですね。やつテレビ万歳テレビショッピング、はい、あれですか、この間のあれ歌んですか、あれあのサンプルくれたやつ、サンポー、サンポー、もうちょっと短めでしたね、おじいさんにとってありがたいですけど。でもね、シュークリームすごい美味しかったの、この間ありがとうございました。え、見てないです、もう始めるんですか。そう、いいよ、適当でもうやっちゃいました。
土曜日にちょっとここであるんですよ、ちょっとしたおしゃべりになりましたが、その時に、私、焼津ショッピングの焼津なんですよね、焼津なんですよね、シュークリームがあります。本当です、エーシックからです、毎月、じゃあ毎週ね、月曜日に、インターネット配信。そう、私はうちの店これが10個入ってます。もっと重いさ、で、いや、3個吸い込んだと思いますけど、でもね、3個吸い込んだ、こんなもん、もっと大きいか、超大きいな、超大きいです。コリアン、はい、はい、次、次、次、はい、次は16時からですね、松子と桜の相場秘境の秋の夜中に。ダメですよ。私ね、松尾さん、あ、そうだ、ああ、飛んじゃった、ごめんなさい、松尾さん、さくらさん、あります、あります、イエス。今日は、あれですね、お勉強スペシャルみたいな感じでしたね。そうですね、なんかね、うん、歴史の、お得意の歴史も踏み込んで、なんか話してましたけど、なんか、さらに元気な、私なんかもうへでもない元気さですよね。へでもない、へでもないですよね、本当に。あのタワーを欲しい。かなりパワフルです。あ、私、うん、あ、全然全然全然、あ、でも出してないです。あの誤解音招く時があるんですよ、ね、うん、飲みが足りないとか、もう飲んでるけど、もっと飲んでる。準備中なんです。準備中。松尾とさくらの会いましょう。初めに CM バナースポンサー様の紹介をさせていただきます。はい、天竜楽市様、ありがとうございます。増田グリーン様、ありがとうございます。ペットの総合施設 DC キャッスル様、はい、次は16時半から。すごい喋って、やり残した作業があったもん。あ、やってください、ごめんなさい。そうですね、私喋ります。16時半からスムブロのおしゃべりカフェのスムーミーカフェの杉村さんにニーさんで開催されるイベントにちょっと一緒にデータの中にいつも聞いたら聞き捨てならない皆さんの大好きな企画でした。この水曜どうでしょうか、で島田開催のために行ったんですけど、そう、私ね、もう行く気満々で友達と9都道府県をまたいで予定立ててるんですけど、今度の9月の20日の日曜日に島田のあれはなんだ、中央市と寒かった、それがね、全然水曜どうでしょう、あ、暑かった、昨日お天気良かったのにね、すごい天気良かったし、そう、すごい暑い、はい、次、はい、次はアコさん、アコとイルのラッタ TV。 今日来てたさ、アコさんの、動画シャツあれ欲しい、このお姉さんとか黄色のお姉さんとかたまにいた、可愛いなとこ、あ、そうなんだ、じゃあ可愛いなとこ連絡します。昨日あったっけ、そうなんだ、ね、私も地味なやつが一番、あー、そうなんだ、ご存知、あ、そうなの、着てるとか言わないでくれる、あ、あ、ち、この方がいる、でも、イル君さん、イル君さん、イル君って言っちゃって知らないけど、ごめんね、イル君が出る前に青木さんちょっと出てたでしょ、バレた、バレた、あ、出てんじゃん、はい、で、なんで謝るんですか、いいと思います。次、いいですか、次は宇治江さん、ベアジギャングでブレイクタイム、なんかイベントあるみたいですね、ビアシアンドスピリチュアルとか、はい、あ、本当ですか、私もね、宮に友達が何人かいて、うん、書いてたことある、あ、そうなんですか、ライズテレビカラオケクラブのメンバー、それよりも1回しか歌ってない、それよりも私、あの、自
シエさんが、はい、愛知のどんぐりとかを、あチェルメロの、チェルメロになっちゃいましたね。すごい、何でもやるんだね。かっこいい。全部焼いてるから引っこ抜かれちゃう。大丈夫、私は引っこ抜かれちゃうから。そんなことないし。いや、ちばしってますか。あ、望んでませんよ、その。次、ゆきさん。あ、ゆきさん、そうだっけ。私、ゆきさんね、そう、話したことがあった。うん、あの、じゃあ、ゆきさんと、あ、ゆきと宇宙語テレビですね。高野さん、今日ガハと帰っちゃいましたね。帰っちゃいましたね。映画だったけど、貴重面。でも、8時からなって。曲進からするんですね。なんか言ってましたね。なんか、うん、あのほんわかした絵を描くのにすごくなんかこう、なんていうの、チャキチャキしてるっていうか、そのギャップがいいのかな。腹を割りたいってことないんですけれども、どうしてもやるのでっていうふうに言われたもんですから、はい、これ手をかけるんですね。板割るよ、どうしようもないこと、あの粉砕したいことをこう板に書いていただいて、それを私が割るということをしておるんですけども、はい、割るよ割るよ、高さんもあるすごい、極真空手これ割るよ、割るよ、割るよ、早く割ってちょうだい、次があるんだから早く割ってちょうだい、ほら頑張って、取れたてほやほやの9月9日に行われたばっかりの、ハーフランクストリップ運動会の様子を動画でたっぷりお届けしたいと思いますので、もうぶっちゃけ全然時間が足りないので、もうサクッと動画の動画でこれもしたいね、みんなだって応援出しててさ、トモティブさん何ですか、寝てるよ、バンドを作ってる、俺はギタリスト、あ、はい、そのトモティブ、そういう人ばっかりじゃないかなと、毎年楽しい、楽しい感じで、ね、すごい盛り上がってやってるので、来年はぜひ見て気になった方は足を運んでいただきたい、はい、というわけで今日は30分ハードドラッグストリートの静岡編を、はい、次、山さん、はいはいはい、山さん、はい、斉藤は、斉藤は、はい、出ましたね、出ました出ました、はい、山さんの番組です、山さんです、ね、はい、今日は、ね、つまみ在庫あんみあんみつさん、本田みちえさん、石原みすずさん、ごめんなさい、タイムテーブルを丸写したので写しとびれちゃった、はい、次、あ、なに、あれ、どこにもいないです、はい、ジミーさん、ジミーちゃん、ジミーな、ジミーさん、
アルさんです、アルさん、これです、アルさん、ハルさんです、人とかいて、ハルさんね、すごいなんかこう、あれものすごい、指どこだろう、なんかこう、心地よい脱力感というか、ハルって感じ、あ、そうだ、この声がね、今秋だよね、次は終わりです。撮影会、撮影会も何言うの？撮影会も言ってもらう。あ、そうなの？ちゃんとほら面白いじゃん。あの最後の撮影会は基本的に私が小顔になったかどうかを皆さん見てください。今日はもうない。出てきます、ね。あ、でもなんか結構あリクエストきました。はい、最後の撮影会です。そしたら、ギャルが多いから。というわけで、今日は一日ご苦労様でした。はい、ご苦労お疲れ様でした。もうぐったぐったやん、今日も。ね、でもなんか、いや、これで。いいことにしよう。いいことにしよう。というわけで、今日も一日ご苦労様でした。はい、青木さんが締めました。ゴンダさん、ゴンダさんだ、ゴンダさん、確認、確認、はい、友達、はい、友達、みんな友達、友達だぜ、そうです。え、これさ、ヤンマー入れてくれたこのコメントはあれのコメント、フェイスブックのコメントか、あこっちの見てなかった、あー、オッケーオッケーオッケー、お、たっちゃんだ、なんか新しい、たっちゃんがコメント入れてくれてる。え、先週入れてくれた人？たっちゃんだよ。まだやってんの？牧野原氏だ。牧野原氏の。今からおいでよ。今来たの。たっちゃん、押せよ、押せよ。でも、先週もこのぐらいの時間だったよ。たっちゃん、何してたんだ？ねって、私は未だに誰だか。あった。たっちゃん、この間番組中に鼻血出したやつだよ。うん、聞いた聞いた、先週。ね。それって、いつのオンエア見れば見れるの？じゃあ来たもんで話出しただろ。え、なんだ、私あったり、あったっけ、あったないか、あってないと思う、ケータマの人じゃないもんね、ケータマじゃないね、ケータマですか、なんかすげえ綺麗に映ってる、ほんとだ、どうしちゃったの、ほんとだ、すごいなんか光が、誰撮ったこれ、これはヤマさんの、あ、違う、ここの子、あ、ゆうちさんが撮ったんだ、ゆうちさんだ、あ、違うカメラで撮ってるね、どうも。本当だね。私撮ってって言って、もう見れん。絶対撮ってます。幸せ。今なら死んでもいい。ね。あ、もう出てる。じゃあ、そんな感じ。ヤマさん、終わっちゃうよ、もう。こっち。今日はいい？たっちゃんが会ってないですって。たっちゃんが会ってないですって。今日いい？なんか言うことない？マキさん、マキちゃん、はいはいはい、ごめんなさいね、お待たせしました、あっちゃんが会ってないって、うん、会ってないです、私も、あもう何ももう悔いはない、悔いはない、ありがとうございました、おやすみなさい、本当に悔いはない、じゃあ戻るよ、悔いないって何、もう何も悔いがない、死ぬのがええな、じゃあダメですよ、もう私はまだまだそうですね、入ってください、入ってください、編集後期ですよね、そうです、ね、そう、ね、私は何も編集もしてないし番組にも出てないのにやってるっていう矛盾だらけのコーナーでございます、ね、貴重だね、貴重ですよ、貴重だね、貴重です、なのにコメントがいっぱい入ってる、ミカさんお疲れ様、イエーイ、山さん、ミカさんお疲れ様、あ、はい、お疲れ様、パキさんお疲れ様はないですか、あ、知らない人だからない、たっちゃんは見たことないです、はい、私も見たことないです、ありがとうございます、これからよろしくお願いします、これからですか、毎週、毎週ですか、いや、毎週じゃないです、各週です、あー、じゃあ楽しみですね、
頑張ります。あ、藪崎さんと交互に、ね、はい、あ、そうです、藪崎さんと交互です。はい、藪崎さんの気になるあいつって、あいつじゃない、あの人ジミちゃんは生かしたあいつ、生かしたよね、生かしたなんかちょっと変ですよ。あ、気分上々の時に何かやろうかと思ってて、あ、今考えてるんです。今日できません。ちょっとミカさんの出せます？ミカさん今日はまだ見てないんだって。本当？まだ見なきゃ。出せます？じゃあ見せてあげるよ。ちょっとために。ちょっとあのオープニングの硬いところをちょっと見ましょう。言葉って、ね、いや、わかんないですよ。言葉ってよね。本当ですか？ちょっとあのジミさん倍のこういうの。ちょっとそんなにじゃん。まだアップしなかったのこれ。ほらー。あれ？見惚れちゃって。あれ？あれ作業のやり残しもあるね。残されました。やっぱ邪魔してるんだよ。残されました。やっぱり邪魔してる。最後にドンみたいな。ドン。あ、最後。大取り大取り。どれどれどれ。下下下。あ、これこれこれ。そう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 。これか。これでアップしてこう。ちょっと再生してみよう。見てみましょう。やだ。新番組。あ、それ映されてるんだ。そうですそうです。用意スタートじゃなくて、もうダルダルダル。自分にもマイク。あ、そうだ。あれ私は下に押すね。これいいでしょ、なんかでかい、うん、自分のマイク探してるから。カメラを置いたの。個性心理学認定講師山本さん。もう合わないです。私は完全に動画してました。練習モードだから。大丈夫です。いいです。これが私です。これが私です。これが私です。全然全然もう私これが私です。これいやもうごめんなさい、どっかあれがったら大変なんで大変なんで。いいですか、今日まで大変。もうもう一生残りの今日から気分上々です。すいません、ほんすっごい緊張してます。CM バーナースポンサー様のご紹介をしていただきたいのでよろしくお願いします。はい、はい、CM バーナースポンサー様のご紹介、天竜楽一様、増田グリーン様、ペットの総合施設 DC キャッスル様、スカちゃんの癒しタイム様、シンガーソングライターの平様、八重洲吹きガラス工房月思う様、カッパの花子様、検索してみてください。失礼いたしました。やめやっぱの七子様、フグ小道楽、カマキリ、フグ食道楽、カマキリ温度様、天国サイズで出てよかな。私も。でも私勝ち読めないから。勝ち読めないから。売ればいいよ。海外ハラ。あれカフェ、古民家カフェ。カフェ葵様、みんなね、個性心理学認定講師山本さん。もう会わないです。今誰に聞いてんだろう。結局ね、子育て世代の20代から40代で考えたんですよ。高いんです、本当にあったかいんですよ。つけてすぐです。試しまっつけたもん。通りますよね。はい、ね、100ミリゲスで出ようかな。逆でオイル触らせてやらせてって、もうそれだけで、それじゃないんだけど、ちょっと触らせてって、あったかいの体験したいねって言っていただければ、価値あります。はい、あの私もしくはうちのスタッフの若い子たちがどうぞどうぞって多分差し出しますので、入った瞬間オイル食べさせてくださいって言ったらどうぞって出ると思います。あの八重洲テレビ合言葉で、はい、お願いします。八重洲テレビ見たよ見たよ。おっ、はい、イベント入ってます。うん、はい、ちょっとローマ人で読んで。いや、そう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 。嬉しいね。あ、そう、インスタも友達になってくれて。そう、早かった。え、すごい早かった。何あのフットワークの皆さんの軽さは。皆さん軽いよね。軽い軽い軽いけど、マッサージも込みでってことですよね。ここっていうピンポイントで来るんですよ、彼女は。全体的に。お店の名前はどっちの店かなっていうところに。どっちだろう。両方で。優しいでみんな買ってくれてよ。あのね、上のテロップにチャラチャラって書いてあるんですけど、そこで新鮮パサロン風味っていうお店で検索してもらうか、
ぶり行きます。おお、ありがとうございます。早速本当にありがたい限り、ありがとうございます。あ、はい、エラちゃんさん、エラちゃんさん、ありがとうございます。本当に来てくださいよ。まだ来てますよ。待ってます。待ってます。そうですね、またラチェルの方も浜松岩田です。はい、はい、はい、どこかからなぁ、6月7月に立て続けて2つ。今日メモメモってくれて、本当ですか。エラちゃんさん、ありがとうございます。本当来るかな、来てください。今日は4時です。待って、エラちゃんさん待ってますんで。ずっと待ってますよ、多分。ずっと待ってます、多分。で真面目なんで、こう待ってます。そう、本当真面目なんですよ。エラちゃん仕事終わったんだよね。エラちゃんさん、まだまだ今終わりました。とりあえず、すごい。おー、有言実行入った。本当だ、ありがとうございます。本当に待ってます、私。あのオイルも温めて、あったかいベッドの上で寝て。終わった？終わった。何これ？すごい。体張りすぎ。美容行かないと。そう、来てください。たくさん来なきゃダメだよ。みんな楽しい。私がなんか勝手に一人で楽しんでる感じになってるような気がしたんだけど、みんな楽しそうに見えるんだったらそれは良かった。マユミも見てると。本当だ、マユミさん。マユミさん。の前は編集後期が100回を超えている。すごい。この間の編集後期すごい再生回数だって。私ね、見てないんだよ、自分が。あのね、リンクは貼ったんだけど、自分では見てない。すごい再生回数、他の番組をはるかにしのいで。本当に？どうしよう、みんな物好きだね。語らないこと喋ってる番組の方がいいのに。でもさ、時間の無駄だよ。病気はやだよ、病気はやだよ。今度さ、それをさ、CD にしてさ、バッグで流せばいいじゃん。もうちょっと詩がないと、そこしかないじゃん。そうだよ。だからそこは文字を詰めてもらってさ、ミュージシャンに。大ちゃん早く。大ちゃんは結局どうなの、あれ。あれ、M ステのは。やだやだやだよ。始まっちゃった、始まっちゃった。始まっちゃった。あー、止まらない。I can't stop. カッパエビセンだ。カッパエビセンですね。I can't stop. 最近のことですか？やってます？やってる、やってる。毎日毎日。まあ、やってるよ。あの、こう、ビデオ学習。ビデオ学習っていうよ。あ、見る？見る？見る？いいんですか？アップいつもして復習、娘さんって今いつぐらいですか？復習できる環境になってるんだよ。下の子とお伝えします。あ、嘘？本当？本当だ、知らなかった。ちょっとこう練習できるように。見る見る見る、ちょっとだけだよ。ほら、前いいの。9月7日まだ可愛いじゃん。 Yes, yes. Oh, very interesting. Yeah, very interesting. And the Yamaha で、Yamaha famous music instrument company. Wow. This is like a very big event, I think. Big event? Big event in Hamamatsu every Thursday. Every Thursday. Just a little bit.そうでもないんだ。それでいいんだよ。あと、カラオケクラブもあるので、あと、健康勉強会とは違って不健康勉強会。あ、不健康勉強会。私そっちかも、どっちかといえば。もうなんかやたらといろんなものがあるわけよ。ありますね。うん、緊張するんだけど、こんなもんだよ。晴れとした。面白い。というわけで、
そう、もうね、だら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 やっててもね。今日はこれにて一件落着、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、青木さんの仕事が終わりました。青木さん熱唱って書いてあるYouTube クラブやりましょうって言ったの。やるか。何 YouTube クラブって。YouTube クラブが一番楽しいかもしれない。何 YouTube クラブ。ここでみんなで、ね、飲んで盛り上がって番組配信して一回ずつ音楽とかで盛り上がって、すごいことがあるんですよ。それはいいかもしれない。私はいいな。エコスマイルがいろんな料理作ってくれる。へえ。どこでも食べられない。すごいですね、あの人も。すごいことになってます。私は個人的にまたあのシュークリームを食べたいな。エコさん、エコさん。次のカップ使います。あ、メグちゃん。え、メグちゃん。メグちゃん。メグちゃんね。マッシュです。まだね、マッシュって言われる前から友達なんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。だから。あのテレビに、なんか第一テレビかなんかに出てるのを見て、え、めぐちゃん何やってんのってなって、びっくりした。マッシュはね、あの、いいのね、なんだっけ、いいとか、マツコの部屋に呼ばれたこともある。あ、そうなんですか。なんか断ったみたいな。あの、ショコタンのやつは出てた。おじさんネタでね、テレビ出ると、そうそう、あんまり良くないもんで。あ、そうなの。おじさんネタだと、あー、でも今年はなんかいろいろなんか違う、なんていうの、試みでなんかやらないでしょ、感じ。5と10、何回も言ってるよ。うん、言ってた。私ね、1回ね、あの、梅ちゃんとやるときに、マッシュっていうか、めぐちゃんメグちゃんのところにそう、うん、なんか呼んだことないからさ。俺もメグちゃんって呼ぼう。メグちゃん。メグちゃん。メグちゃん。マジョッコメグちゃん。魔法使いの。魔法じゃないけど。魔法使い。魔法使い。マジョッコメグちゃんだよね。マジョッコメグちゃんだけど。メグちゃん。知ってる？メグちゃん。知ってる。マッシュ。それは僕。富士山カメラマン。富士山カメラマン。超有名な。そうだよね、有名だよね、有名になっちゃったよね。マツコの部屋呼ばれたって知ってる。なんだ、それはすごい、びっくりしちゃった。よく来るよ、マッシュ。え、メグちゃんは何、マッシュって名前でやってんの？あの、名字は出してないの？上田めぐみちゃん、マッシュ。すごいね、マツコの部屋いいね。マツコの部屋で、ね、あの、富士山の歌で呼ばれるとつぶさいちゃんもいいの断ったの。ショコタンとテレビに出てたよ。青木さんもじゃあいつか、あの、閉めてください。呼ばれるように。はあ、もう閉めます。そんなわけなんで、今日もうだうだ頑張りました。なんかショッピングだっけ。私を売っちゃう。か、売れないね。売れないね、私は。人身売買。人身売買っていうか、別に人身売買じゃないから、誰か家もらってこなくても別に。はい、じゃあ終わりましょうか。終わりましょう、ね、じゃあ皆さんお疲れ様でした。今日は山さんのあの裏話が聞けなくて的には残念でしたけどね、またそれは来週のお楽しみということで、再来週は私の番組やらせてもらいますので、お楽しみにしていてください。以上、編集後期でした。お開きでございます。さようなら。はい、バイ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 。私はなんかこれどうやって、私ごめんなさい、夢見る、回してみたい、すごい声、これなんか乗ってる、多分私そういうことだ、全然私の声だ、口はこれ最低しBGM かけたかったな、そういえばかかってなかった、忘れてた。しまいです。はい、え、まだ声入ってるの？あ、声入ってんだ。あら、私の店を知らんときに言います。はい、おいしい。はい。